早めに、今日はお休みでしたので、で、ハロー、今から夜ご飯を、なんとなんと夜ご飯を作りたいと思います。髪ちょっと自分で巻いてみました、今日。イエーイ、レッツクッキン。さて、何を作るかと言いますと、まあそうだね、じゃあ何作るかは内緒にしといて、作ってる過程で皆さんに何を作っているか当てていただきたいなと思います。じゃあまず手を洗います。そう、ご飯作ってあげる。自分で作る分のを作っているので、エプロンをしてないだの、そういうのはちょっと気にしないでいただけたらありがたいです。ね、欲しいね。では、服が汚れちゃうということでめくろうと思います。かわいい、ありがとう。めくろう。今から夜ご飯を作るなり、夜ご飯作るなり。え、陸上公演の申し込みも始まってるの？広島のね、10月25から11月の初めまでメンバーで出る分、福田奈々と全部出演させていただくということでありがたいですね。まあ、でも生誕が多いから、生誕のメンバーさんのファンの方がいっぱい入るのかな。生誕もおめでたいですね。だってハロウィン以外全部生誕で笑っちゃったんだけど。まあやってないもんな。まだいた。いただきます。そう、福田割と公園で、何です、割と出てる方だと思うんですよね。ピーマン訳あってお買い得、形は不揃いですが両目たっぷりお買い得です、とのことです。お買い得やって、お買い得なら買うしかないやん。ピーマンって洗うんかね、ピーマンって洗うんかね。包丁、今福田に逆らったら死にます。洗う、野菜の袋に水をビャーって入れてひっくり返すだけだけど、まあ洗うだろう。ここにライトあったらいいのに。ピーマン大好きです。ゲームで照らしますか。ピーマン嫌いな人いますか。その人だの分のピーマンは抜いとくけん安心してっちゃ。あ、落とした。よいよい。もう座って料理なんて横着ですかね。今日は友達、香川の友達が広島になんか仕事の面接で来てて、なんかもう
面接ってか、もう同年代が就活とかする時期なんだなってちょっとビビりながら、でちょっと就活面接終わってから時間あるって言われたんで少し遊びました。楽しかった。の中身、そう、私とプリクラ撮りたいんですか？プリクラいいよね。プリクラ400円であの修正っていうか加工っていうか何、目大きくなったり肌白くなったりしてくれるんだったら安いもんだよね。加工ってお金かかるじゃん。すごいよね、機械がここは人間の目だ、鼻だ、口だ、耳だっつって、輪郭だっつって、肌だって認識してくれてんの。ほんと賢い。いや、ほんとプリクラの修正はすごいよ。美白すぎる。肌が一番すごい。だからもう目が大きくなるのはなんかもう分かってるじゃん。だけど肌はびっくり。真っ白。料理うまそう。ペーマ生ペーマ見よって。そう、別人別人。でもなんかさ、人間さ、このなんでディズニーランドに人が行くかってさ、いつもと違う非日常を味わいたいからじゃん。プリクラ撮る女子も一緒よ。自分と違うものになりたいの、変身したいの。もう変身とか言っちゃってるけど、そういうことだと思いませんか。で、友達がね、なんかご飯食べたんだけど、昼ご飯なんか STU の生写真出して、福田の生写真持ってて、硬質ケースに入れてまで保存してくれてて、それにしてくれて嬉しかった。でね、本当にセカンドも決まったからまた買うねって言ってくれて嬉しかったです。いや、プリクラすごいね、マジで。で、今日ね、揚げもみじまんじゅうが食べたくて、あの広島ってもみじまんじゅう有名じゃないですか。めっちゃピーマンの種とぶ、広島のもみじまんじゅうのなんか揚げたもの、揚げもみじまんじゅうを揚げて出してるお店があるんですけど、それすごい好きで、広島には今まで広島駅と宮島にしかなかったんですよ、そのお店が。だがしかし、バッと広島駅で今日それ食べようとしたら、広島駅のお店がなくなってて、宮島に行かないと食べられなくなってたんです、揚げもみじが。だから揚げもみじは食べたい人は宮島にしか今ない。めっちゃ美味しいのに、また広島駅で食べれるようにしてほしい。私はそれを祈っています。え、マジマジマジだけんね、そういうことが起きてます。こんばんは。夜ご飯を作っています。移転してるかどうかも調べたんだけど、移転の予定はありませんって書いてた。ショックで目からうどんだしが出ました。うわって、そうそう、駅北の新しいとこ。ハイパーベア、ありがとう。ピーマン炒めか。ピーマン、野菜がすごい苦手なんですけど、ピーマンだけは、ピーマンだけってこともないけど、ピーマン大好き。なんか苦手な野菜ベスト3とかに入りそうじゃん、ピーマンって、世の中の人の。なのに野菜嫌いだけどピーマンは好きっていう。
だからね、必要な量の倍ぐらい入れます、いつも。やったーやったーやったー。じゃあ今からこれを縦に切っていきます。寝そうだな、今日一日中眠いんですよ。だからピーマン切ってたら寝るかも。包丁って押して切るんかね、引いて切るんかね、どっちかね。フライパン引いて切る？ありがとう。もう鍋フライパンに入れよう。押すの？野菜は押す、ピーマンを押す。どういう押す？プッシュ？スライド？まあいいや、切れてるし、どっちでもいいか。なんかピーマン大きい気がする、これ。もうちょっとちっちゃくし、野菜大きいと怖いな、ちょっと葉っぱって感じがしてやだ。よいしょ。瀬戸内の野菜は美味しいですからね。程度はどっちでもいいんだ。ピーマンに程度っていうなんてひどい。ピーマンだって立派なお野菜ですよ、皆様。ピーマン様様。アンパンマンで言うとピーマンマンいるの、そんなの。ピーマンピーマンアンパンマンにするの難しくない？ピーマンだもん、だってもはや。ウケる。ピーマンマンがアンパンマン版の名前知ってる人教えてください。ピーマンマンマンなんですか？野菜、トマト、人参、ウォーウォーウォーモシスタ、はい、イエイイエイ、トマト、ゴボウ、玉ねぎ、セロリ、なんだかだ、ほうれん草、ナスビ、タタ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 、ブロッコリー、大根、芋の集まって楽しい朝だよ、今日も一日力合わせて頑張ろう、yeah、仲がいい私たちに15種類の底力、大自然に育てられた元気なリジュマルレッツゴー。野菜シスターズかわいいよな。ピーマントリオ出てくるん？猫の手で切ってや、にゃー。AKB48 が欲しくてめっちゃプッチョ買ってた。あのミラクル味っていう謎の味、ミックスジュースみたいな味。なんで普通のブドウとかにしてくれなかったの。まゆゆさんのやつと高みなさんのやつがリボンついてて可愛かった。アミナさんもついてるな、青いリボン。あなたは今日でアミナ推し、あらちー、ねえねえ半分こしよ、にゃ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 にだってもう神力立ち世代ですから、もうチューズミーとかなんだっけ
聞いたらエモシする。おうおうおう、ちっちゃい時に聞いたやつ、イエイエイエってなる。なんで急にラップ調なのかわからんけど。今からご飯食べるよ。だってね、早く夜ご飯食べたらね、結局また11時ぐらいにご飯食べるんよね、お腹空いて。だからなんか早くご飯、夜に遅く食べると太るよって言うけど、私の場合早く食べたらお腹空いて4食になるから、割とご飯は遅い方が痩せると思う。食べたい時に食べればいいんだよね、ご飯なんて。夜ご飯の時間だから食べなきゃとか思うとしんどいから、あ、食べようって思ったら食べる。そんな時に便利なのが冷凍うどん。冷凍うどんはすごく美味しいよ。冷凍うどん、カトキチでしたね。うん、そう、自由が一番。いい国に生まれた。私は日本が大好き。東京オリンピック楽しみですね。東京オリンピックいつ？何年後？ 2 年後とか？瀬戸内でもやるかな？なんか東京オリンピック関連のこと。やったら STU も呼んでもらえるかな？なんか応援隊みたいな。東京オリンピックの応援隊、瀬戸内担当。2年後とかかな？あー、2年後？ピーマン多いくない？でももうラスト1個。このピーマンのね、種が入んないようにするのが難しい。よし、じゃーん、切れた。ピーマン嫌いには地獄絵図だもん。手がピーマンだ。の種がいっぱいあるから集合体恐怖症、怖い。オッケー、じゃあ続きまして、国産出荷元を隠して、国産豚ロース薄切り 152g、高いよこれ結構。なんかちょっと今日モチベ高くていいやつ買おうと思って高いやつ買った。2割引きって書いてる。夜7時まで待ったら5割引きまで行ったんだろうけど、夜7時までは待てなかったです。5時から7時の間の割引の時間に行ったから2割だった。もうちょい待てばよかったかな。グラム単価とか分かんないけど400円ぐらいしてるから高いんじゃない？ 400 円だってもうそれだけでさ、ね、うどんだったら4杯食べれるから、ちょっと奮発した。でもなんか量高い肉買ったら、お肉買ったら料理する気になるかな。肉って洗う？グラム400円じゃないって158g だから結構高い。お肉洗う？洗わん？オッケー。こんな感じでいい肉を買いました。
じゃあ細切りにします。そのままロースです。普通に焼いて食べたいな、焼肉みたいに。一人焼肉ある。ああ、鍋が。ロース。肉は押して切る、焼いて切る。うわ、美味しそう。うわあ、美味しそう、美味しそう。至極美味しそう。あ、綺麗に切れてる。見てほしい。見えるかな？カメラの画角的に見えない。見えるか、これで。めっちゃ美味しそうに。肉、よかった、ちゃんとした肉買って。テンション上がる。うわ、テンションって大事だよね。多少お金かかってもモチベ上げた方がいいな。イエーイ。ほら、綺麗に切れてる。細い切りにしてます。畑のお肉は大豆。お腹空いたですか？皆さん夜ご飯何食べたですか？何枚かまとめて切ろう。そんなことができるの？もしかして料理マスター？あなたは。もしかして料理マスター？はいかいいえ。眠い。今日めっちゃ寝れる。グースか。お風呂入ろう。帰ったら。あ、帰ってるわ、もう。え、普通なの？ 4 枚は無理。2枚まとめては切れるかな。まとめて切る。豚さんありがとう。よい。お、2枚重ね。福田は肉を2枚重ねた。肉は押して切るのか引いて切るのか分かんない。引いて切れ。はい、ほら、切れてるし。切れてるがな。お肉切ったら眠くなる。玉ねぎ切ったら涙が出るのと一緒やん。絶対美味しいね。これ2人前ぐらいあるんじゃないかな。うわ、3、4人前作ってる、私レシピ。作り方3、4人前って書いてる。やば。3、4人前だって。じゃあ私今1人ここに自分がいるから、あと3人か2、3人来てもいいよ。まあ冷蔵庫に入れといてチンして明日食べればいいか。そしたら明日の夜ご飯代がかかんなくて済むし。 OK。パンを今作っていると思えばいいんだね。仲たい私たちに15種類の底力。よいしょ。今から飛行機撮る。今余ったらリメイクしたらいいよね、その DIY みたいな。何作ってると思う？
何を作ると思いますか？まだ誰にも言ってないんだ。誰にも言ってないんだ、まだ。肉切るの楽しい。肉切るの上手になった。大人だな、私。肉って匂いがする。なんか食べようとしてるもの、作ろうとしてるもの、割とバレバレでウケる。よし、あと5スライスぐらいで切れる。よいしょ、よいしょ、ほい、よいしょ、ラスト、フライパンに油を大さじ1入れ、大さじ1の油、大さじ1、大体でいいか。よいしょ、大さじ1入れ、焦げないように。何？よいしょ、福田は菜箸を覚えた。どれに入れようかな。この焼き鳥くん、焼き鳥くんじゃない、唐揚げくんにやります。今止まったね。めっちゃ福田あかりです。今日は今から夜ご飯を食べようと思ってるんで、やっとマックスペア、サンキュー。ピーマンを炒めてます。福田は料理をしてます。夜ご飯まだ食べてない人はぜひチョコレート食べて帰ってください。ほら、してる。
かないの？こんな感じ。一回出そう。まだ途中やけど。じゃあ、お肉を、お肉を入れます。よっ、いっ、いっ。油さっき引いたけど、もう一回引こう。この時に油使わないとね。あー、油入れたよ。炒めます。切ったから重なってる肉が。この。お、めっちゃ焼けとる。いいさあ、ロース。やば。結構火強かったかも。うん。こうミルフィーユにしてやり食べたい、鍋で。じゃあ私のクックドゥ先輩を入れたいと思います。クックドゥパイセン。オッケー、ミルフィーユ鍋食べたい。めっちゃミルフィーユ鍋食べたいな今。お鍋の季節がやってくる。鍋パしようや。鍋パ、鍋パせん。なんか今日顔丸。
ぐちぐち言ってる。肉をほぐしてます。肉が重なってる。ぐちゅっぐちゅってる。はい、ピーマン入れる。えい。先生。にょい。くんだよ。焼き鳥くんじゃないよ。でもね、かりんね、なんでも火通り過ぎが好きなんだよな。だからピーマンも炒めすぎてこう焦げに焦げてしなしなのしなしなをピーマンなるぐらいやりたい。そういうものに私はなりたい。そんな願望があります。こんな感じ。めっちゃキュキュッとが生々しい。キュキュッと生活感。あ、痛みそうじゃない。宮沢賢治やし。何でも詩人っぽく言ったら三つ男って言うと思うなよ。へんへん。ぐつぐつ言ってる。ニンニクは入れないが、初見です。ありがとうございます。何作ってるかもうちょっとで出来上がるので待ってくださいね。お腹すいたんですか。この腹減り虫め。いい匂いする。やっぱ豚バラだな。水分飛ばしたい。いい肉って言ってもそんな皆さんが大人が、あ、ロースか。ロースやな。どっちでも、どっちだっけ。ロースか。みんなが思うほどな感じでもない。大人にとっては普通。ロースか。豚バラじゃなかったか。あと1分ぐらいでいいですかね。あと 1分でいいですかね。なるべく水分飛ばしたいんだけど。 OK、 火切った。
じで。ほら。良くないですか？なるべく水分飛ばしたい。なんかさ、今ゴム製のさ吸盤がずっとフライパンの下にあったみたいで、めっちゃ溶けてる。なんかプラパンのやつできそう。やばい、やばくない？なんか溶けてる。ゴムっていうかプラスチック製の何かが。怖っ。あのお玉とか潰しとくやつ、吸盤が落ちてる、この蚊取り線香のやつの中に。目の中溶けてる、怖い。化学薬品とかの匂いとかじゃないかな、大丈夫かな。プラスチックが溶けたらなんか有害成分出そうだけど、今時の日本の商品で有害物質出ないよね、さすがに。何が溶けてるかわかんない。怖くない？気にせんときって言うけど気になるわ。引いた今。なるべくこのタレをさ入れたくないんだよね、さらに。味濃いから。めっちゃ薄味がいいんだけどね。集中してる。オッケー、完成。軽くフライパンを洗いました。レケた。よし、はい、できました。結構な量ですね。それな、チンジャオロースです、今日のご飯は。じゃあいつもの部屋に行きます。これ電気消してる音。よいしょ。はい、おかえり。ご飯作った。よし、じゃあいい匂いいただきます。あ、写真撮ろう。ご飯食べとらんの。食べりー。
真撮る写真撮る。なんか画角が昨日より悪いね。ここか。メール用。今日友達来てたからさ、写真めっちゃ撮ってくれてありがたかった。なんか今日遊んだ友達がめっちゃ福田のメールに協力的で、メールにいろいろ送らないけんのでしょって言って、すごいねたどりしてくれてありがたかった。なんか福田がイエーイみたいなやつとか、福田が座ってるのをただ撮ってたりとか、めっちゃありがたい、助かった。なんか自撮りばっかになるからさ、やっぱたどりもたまにはね送りたいから、メールに。タケノコ入ってないよ。はい、チンジャオロースでーす。そう、しかもさ、今時の若い子ってさ、グラマー、インスタグラマーだから、まあインスタはその子やってんのか知んないけど、その一般の方写真撮るとか上手じゃん。美味しそう、いただきます。冷めちゃう前に。なんかやっぱ上、前いつもより上手じゃない作るの。ほらピーマンも綺麗に切れてるし、ほら肉もいい感じ。取り分けようかな、ちょっと食べる分だけ。これ自分が食べた唾液がついたお箸をつけて保存したくない。冷蔵庫に入れることを考えて。ね、やだよね、一回箸つけたものを冷蔵庫に入れたくないよね。あ、いやもう取ってみるとそんなに多くないわ、ピーマンとかも。はい、こんな感じで。いただきます。ちょっとピーマンの炒め具合が足りんな。ピーマン炒めたらよかった、もうちょっと。多分世の世で言うチンジャオロースはこのピーマンで正解なんだけど、私はもうちょいしなしながよかったな。うん、おいしい。そんなもんか。普通に美味しいです。うん。美味しいんで、オールオッケーです。ほら、でも立派なピーマン。握手当選ありがとう。あっつ、ベア、ブーちゃん、ベア、ありがとう。おいしいおいしい。ご飯欲しくなる。それな、ご飯食べたいけど、ご飯食べるほどお腹空いてない。美味しいね、普通に。なんか炭酸飲みたくなる。みんながビール飲みたくなると一緒だよ。私ビール飲めないけどさ、こういう時炭酸飲みたくなるんですわ。
ってこよう。ルービールービーじゃないけど。あったー。まあ、炭酸茶炭酸か。炭酸って感じでもない炭酸がありましたが。微妙。微炭酸しかなかった。微炭酸。まさかのチョコラビビコンビニに売ってるやつ。これはドラッグストアで買ったけど。おいしい。福ちゃんのチンジャオロースなら780円も出せる。本当割とでも中華料理屋さんでチンジャオロースなら780円ぐらいな気がするけどな。妥当っていうか。グレープフルーツ味。K2 行ってきたんだ。自己採点は、まあ普通に75点ぐらい。てか100点だわ今日。90点90点。10点は食べタンパネギじゃない、ピーマンもちょい炒めようってこと。肉の切り方も肉のチョイスもピーマンの切り方も素晴らしい。だがピーマンもちょい炒めようっていうところで90点。伸びしろですね。たまんねえな。おい、飲みたくなった。私が大人になったからね。飲むのはいいけど。ごちそうさま。仕事してくる。あ、頑張って。もういいかな。ごちそうさまです。こんな感じで、こんだけ余ったけど、まあ結構食べただろう。ごちそうさまです。美味しかった。どうでしたか皆さん、福田の料理配信。直メール11通でした。お、よかった。よかったらフォローしてください。お、嫁感あった。やった。結婚してくれるん。残りはラップして、ラップしとこうかも。てかラップして冷蔵庫入れてくるわ先に。ちょっと待ってて、今あの福田ちゃんラップして正座してる。正座じゃない。冷蔵庫入れに行ってるって言ってね。コメントで。トッポギトッポギ。トッポギ。よいしょ。あっ、期間
メール福田あかり、ハッシュタグ福田あかり、ドクターが、あー青春のスラップタイム、ハッシュタグ福田あかりはね、よりはハッシュタグ福メールの方が見てるかな。まあ、どっちも見てるっちゃ見てるけど、福田の福にハッシュタグメールで、福メール、これ違った。そうそう、それの方がいいです。ハッシュタ好きなんだ。髪型かわいい、やっぱ巻いたら好評だね。そんな、まあでもなんで巻いたら好評かって言うと、普段ストレートだからたまに巻くのがいいんだよ。毎日巻いたらストレートがかわいいって言うでしょいつも髪の毛下ろしてる子が結んでるのがドキドキするのと一緒ですね。大人っぽくなった、ありがとうございます。よくわかってる。ほんとご飯足りたよ、全然足りた。メールとメールの直接返信の使い分け、別にない。両方してる人もいるよ。でもメールの返信の悪いとこはね、誰からの返信か分かんないことが多いんで、まあ、福ちゃんよりって私は書くけど、まあくちゃんよりとか書いてくれるとありがたい。服が汚れなくてよかったな。汚れてないよ、そこで可愛いからね。まあ気にしないで何も、好きなようにやってください。お、1万人いった、ありがとうございます。昨日は七並べで初めて福ちゃんの対戦できて嬉しかった。お、ありがとう。まあどっちみち服は毎日洗うんで、私ワンピースでも結構いつも毎日洗うタイプ。メールの返事はね、割とめっちゃ嬉しい。もうほんとどうでもいいことでもいいからしてほしいかも。なんかみんな読んでんのかなってすごい不安になるから、触れるとめっちゃ嬉しいです。ここ巻き直したいな。夏物と冬物入れ替えてない、全然入れ替えてない。食器洗いしかやってない、片付け。あかりちゃんです。読んでる、ありがとう。うん、食器洗いはね一番大事。え、メール取ろうかな。取ってメール取ってほしい。本当に私もさ、 SNS ない分メールへの気合いの入り方半端ないから、福田あかりの ST を4 d ためで取ってほしいです。友達とはね3時間ぐらい会いましたよ。久々にプリクラ撮った。プリクラ見る？プリクラどこあるやろ。見た、プリクラ。で、プリクラどこだろう。お財布の中がレシートだらけすぎて、
無理。絶対入れてるんだけど今日のやつだし、お財布の中がレシートだらけすぎて無理でした代わりと言っちゃなんですが、ポンちゃん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 のプリクラがあるよ。またここにプリクラが机の上にバーッと置いてある。ほらポンちゃん。てか正直プリクラのシール使わなくない？使わないんですよ。プリクラは画像を使う。メール取り始めた。嬉しい、ありがとう。福ちゃんに諭されて取っちゃったけど含めるいいですよ。お、ありがとうございます。ならん、浅いからだ。めっちゃ喜ぶよ。家計簿をつけてる。ざっくりざっくりだけど、別に最初の半年ぐらい頑張ってつけてたけど、なんかつけてもつけなくても別に支出も何も気にしないタイプだったから、変わんなかったからあんま意味ないなと思って超ざっくりになった。いいよ、いっぱい返事書いて、ありがとうございます。お腹いっぱい、眠くなっちゃった。そういやペットはいずこへ。あ、ペットは実家配信の時だけなんで、実家の時に。ん、私明日何時に家着くんだろう。ショールーム朝やっといた方がいい感じ。朝やっといた方がいい。朝っていうか夕方、お昼やろうかな、ショールーム。明日の予定がわからん。どこだ明日の自分。あった。お、明日はギリギリできるか。夜もギリギリできるけどって感じ。ギリギリできるけど、明日夜やる配信やるかわかんないけど、やるんだったらめっちゃ遅い。11時半とかなりそうです。ワンちゃんお昼か夕方にやっとくかも。1時間ぐらい。明日家帰るの結構ギリギリだわどこだ自分だ。あ、明日の自分、確かに瞑想してる。それは青春を見失った人っぽくてちょっとかっこいい、詩人な感じで。お互い無理せずに、俺が代わりに配信しとこうか。あ、ほんと？どうする？じゃあ打ち合わせしとこうかこちらこそありがとう。七並べ当たりたいね。服かわいい。アンクルチュ、今日は買ってきたんですよ。あの100均、ずっとね100均に行きたかって100均で買ってきたんです。100均行ってやっと買ってきた。よいしょ。大きい紙、大きい紙、50ミリ、なんで方眼？
方眼買っちゃった。まあ、いっか。50ミリ方眼。中高視。中高口って何？白2枚入り。788mm×1091mm ってことは、まあ、1m70cm って感じ。なぜ方眼買ったのか不明。まあ、ここで予備校高校でもしよう。まあでもこの距離感で見たら方眼があるかないかなんて分かんないよね。あと昨日切らしたテープ、梱包テープ、手で切れる。15キロまで耐えるんだって。めちゃ耐えるやん。テープも買ってきました。じゃーん。あとはそのカレンダー貼るやつ、これの強度が本当に大の。これね、なんかいいやつない？このポスターとかカレンダーとか貼るこのテープあんじゃん。これがね、なんか結局これしかないからこれ買うんだけど、なんかあんまり強度が良くなくて、そんなに強力じゃなくてさ、すぐ落ちるんだよね。半年ぐらいで落ちるんだよ。でも1年は持ってほしいじゃん。やっぱこういうやつ剥がれる、すぐ剥がれる。そうだからちゃんと文房具屋さんで買わなきゃいけないなと思ってます。そうちゃんと文房具屋さんで買おうと思ったこれは。でも買ってきちゃった結局。まあ壁の材質にも、ね、確かに。あーでもこの壁確かに貼りにくいわ。ボコボコしてるからちょっと確かに壁の材質、確かに100均のせいじゃないな、カビの材質のせいだな。3M 派だな、だな。色塗り用のペン、そうここのこれに色をつけたくてペン探したんですけど、油性のカラーペンがなくて、赤しかで、赤だけ塗るのも変だなと思って、なんか黄色とか水色とか欲しかった。油性のカラーペン、文房具屋さんってどこにあるんだろう広島。なんか未だにさ、広島に来て1年以上経つものの、てかあと半年ぐらいでもう2年なのか、1年以上経つものの、そんなに広島で遊ぶことってそんなにないから、お買い物、買い物はするけど日常の遊ぶことってないからさ、どこに何の店があるのか未だに分かってないんだよね。あ、ロフトとか東急ハンズにある、確かに。でもハンズとかでペン買ったら1本150円ぐらいしてさ、10色買ったら1500円とか、耐えれんけど、発色いいやつないかな。フォーリミのアルバム買った今日買った。買ったら D ポイントカードとポスターが付いてきた、シールも。シェ、ね、安くていい文房具屋さん見つけたいね。文房具ってさ、私やっぱ高校卒業してから全然文房具って使う機会はぐっと減ったんですけど、文房具ってやっぱ見ると欲しくなる。なんかやっぱ日に日に便利になっていくじゃんか。だからなんか面白いアイデアグッズみたいなのもいっぱいあるし、文房具屋さんとか、まあ、プラザとかロフトとかハンズとかの文房具コーナーとか行くと本当に勉強したくなる。いや勉強はしたくないけど、勉強したくなるようなこうステーショナリーがたくさんあって素敵。だとは思いませんか。そう、口の色が死んでる。なんか文房具買うとさ、頭良くなった気になるよね。なんか参考書買って、買うだけ買って読まない人と一緒。くちゃん配信中に化粧直しあんましないよね。他の人はすんの逆に。なんか
そんなに化粧直しは普段からあんまりしない、もういいやってなるテレビとかさ、撮影とかでもさ、化粧直し今してきていいですよとか言えるけど、あ、もういいです、あの元気で乗り切りますって、元気では乗り切れんってか、そんな崩れんのよ。でもまだまだっていうか、そんな崩れんのよ、乾燥肌だからだと思います。メイク配信とか絶対できん、そんなすぐ終わってしまうご飯終わった、マジでお酢やった言ったな、口約束も契約やけんねとか言うと重いんで、すっぴんで握手会やれって言われたらやる、やんないけど、でもさ、そう今日ねめっちゃ思ったんだけど、なんか小生まれた時からさ、高校を卒業するまではもうオールウェイズすっぴんで過ごすわけじゃん、もうどんなに気合いの入ってる日、なんか文化祭とか体育祭とか卒業式とか、どんなに気合い出る日でも絶対すっぴんじゃん、化粧するっていう脳がないから。握手券買い足さないかな、 ありがとうございます、会いましょうたくさんって考えると、別にすっぴんでも生きていけたわって感じ。そうそう、別にだって全然それで写真とか撮ってたし、普通に今日卒業式でしたお疲れさんみたいな、今日は体育祭でしたありがとう、今日文化祭でした楽しかったみたいな、どんなに大事な日の写真も全部ドすっぴんって考えたら、一億総すっぴん時代なんで全然大丈夫。だって別に高校卒業してから2年しか経ってないし余裕です、周りが許すかは知らんけど、ダーンダーン、うん、まあすっぴん廃止はしないけどね。卒アルの時もすっぴん、そりゃそうよ、学校行くのにお化粧はダメでしょ。新宿コンサートずっと目が追いかけてきた、ありがとう、男はいつもすっぴんや、え、思う、男の人いつもすっぴんだけど、別にメイ男の人メイクする人最近増えたけど、増えたらしい、いいよ、私は出会わないからから知らないけど、一般論として増えたって言って言うけど、もうみんなしたらいいのに、そんなんさ、女の子だけさ顔作ってからさ、ずるいでしょ、男の人だって隠したい部分はあるだろうし、もうちょっと眉毛足したり、もうちょっと目の長さをあったら、もうちょっとかっこいいのになとか思うかもしんないじゃん、だったら全然したらいいなと思うよ私は。全然したらいいと思う、逆に女子だけしてごめんねって感じ、ずるいよね女子だけ、全然みんなしたらいいよ、よいしょ、福田さん運動得意でしたか、運動得意ではないや、でも球技はいけるよ、手を使う球技ならいけます、球技が得意、バレーボールしたい、ハンドボール投げめっちゃね、世界じゃない世界はやばい、クラスで女子で何番目とかに上手だった、上手長かった、バスケも得意だよ、得意ってかまあ素人レベルで、バドとテニスとバレーが得意スケールでかい、
そうそう、矢野ちゃんと、そう、ほのたんとね、バレーボールやる約束した。STU バレー部作りたいわ。こんばんは、こんばんは、福田です、よろしくお願いします。七並べしながら配信しよう、ログインしよう。足はね、速くない、なんか足はね、速くないですね。あれ、長距離は速いですけど、マラソンとかは得意なんですけど、短距離がめっちゃ遅くて遅いっていうか平均なんですよね。だから面白くもなんともない。なんか逆、極端に遅い方が面白いのに、別に極端に遅くもないし、本気で走っても別に速くないっていう感じ。一番面白くない感じ。長距離は速いよ。DNA みたいな触覚、二重らせん構造だからね。かわいい。面白さを求める競技じゃない、それはそう。仰天さんと同じ学年ですね。1時間に7年ぐらい続けよう。1400程度の七並べっていうあのゲームアプリで遊びます。今日前髪不調、まあいいか。あ、そうそう、今日ね、そう、私友永さんとか、友永美音さんとか、あとは誰だろう、村重杏奈さんとか、小宮山遥さんとか、谷口めぐさんとかと、大森美優さんとかと同じ年かな。ごめん、全員は把握してないから分かんないけど、と同じ年です。あ、そう、りょうはさんも、りょうはさんも同じかな。48だと触覚っていうよ、これのこと。滝野は去年ステージ式やってたじゃん。七並べしよう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。あ、コハちゃんとレオナさんのか。レオナさん大人っぽいな。コハちゃんはなんかわかるけど、落ち込んでます、励ましてください、頑張って。落ち込んでるのなんで？1年後の、いやさ、忘れてんじゃないの、忘れてない。私は落ち込んだ時は1年後には忘れてるか、キャッキャッキャッって思うよ。思えないのは承知の上で思うよ。だって去年の今頃とかに何悩んでたかなんて覚えてないもん、もう。何悩んでたっけなーって感じ。落ち込んだ時何してるかって、何してるかな、落ち込んだ時。落ち込んだ時はエゴに浸る。それこそもう私のこと、私のことを好きな人のことを考えます。そう、エゴに浸る。自分を肯定してくれる 人に浸る。そんな感じ。自分のこと肯定してくれる人を探して見ようよね。それか、福田に嫌なことあったつって、大丈夫だよ、元気出しなって、バーンっていうテンションで行く。
そうだ、じゃあ世の中の地球の世の中の人全員に好かれる人なんていないんだからしょうがないよって感じで。やばい、バーストしそう。 元気になる？あ、なんでパスしたの今、バカ。出せたのにパスしちゃった。ガーン、これパスせんかったらよかった。一並びあるある。パスしてなくても負けてたわ。不意に雑に名言話す。雑って。月刊エンタメ見てない。月刊エンタメの SK さん特集あんの？見なきゃ。それは見なきゃだ、絶対。いきます。あ、待って、ガチャ引ける。ガチャ引くわ。4000コインと、あ、ガチャ引く必要なくない？でも、ピックアップカードガチャまで待とう。やっぱピックアップカードガチャまで待ちます。いきます。 すいません、引くとか言って。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。そう、エリアごとガチャを引く。グラビア？グラビアってやったことないです。グラビアやったことない。汗の中に。寒。今日寒いね。確かに明日の朝とか冷えるんだろうな。福田氏に囲まれた。それか、お腹いっぱいになった。今日雨降ってたね、ちょっと。それか、へこんだ時はどうすればいいかな。へこんだ時は胃の中の蛙だなって思うようにはしてる。そう、胃の中の蛙だなって思うといいよ。別に大したことじゃないじゃんって思う。自分が今暮らしてる環境だけが環境じゃないんだなって思うといいと思います。あ、やばい、これ詰んだ。詰むつもりになった。なんでジョーカー受け取ったんだろう、私。かわす。49人抜きは気持ちいいだろうな。 連勝イベント始まったの。あ、バーストする。3位だった。負けた。ちゃんの唇が好き。見に来ていいよ、握手会に。 確かに夢から聞いたらいいかも。副メールできん。あ、そう、確かに福田のメール、副メールを取ればいいかも。ん、そう、連勝日始まってる。10、9、8、7、6、5、4、3、2、0。対戦ありがとうって。
夢力出そうぜ。夢力、夢力出そうぜ。全力で行こうぜ。ダダ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 ダ知り出したあの頃は平坦な道だったから使えたんじゃ。やばい、つむつむだ今。なんか今日七並べ調子悪い。勝てん。なんで？夢力出そうぜ。ウォーワーウォーワーウォーってウォーウォーウォーってぜひ STU のライブに来たら合いの手入れてください。その日もあるか。ダメだ、ちょっと最初の方煽ってるのにな。また煽ればいいな。ね、ウォーウォー言ってほしい。みんな踊ってくれてるからそれは嬉しいけど。10年なくなった。一瞬電池なくなりました。やばい。なんか最近容赦ない。みんな負ける、負ける。はい、バースト。さあ、福ちゃん iPhone、 iPhone だよ。頑張って撮った。ありがとう。連勝イベ中だからか。そういうこと。そう、 iPhone のこと iPhone って言ってるから絶対それ言うために iPhone iPhone やるだなと思って山であんまり言わなかった。そう、だって今日そこそこ日並びやってるけどみんなで対戦で1位なのっていうデイリーミッションがクリアできん。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。そう、今日友達が着てた服がね、私が昔ってか、まあ、この前握手会で着てた服と一緒だったからびっくりしちゃった。可愛い服好きな族だね。やっぱジョーカー1枚だけ受け取るボタンが欲しいなり。アイカブの具合はね、アイカブはねバーストした。バーストな、トンネルされた。アイカブは株がめちゃ下がってる。あ、写メ買いかもね。カードで決まる。メンバーで服かぶったりする。めっちゃかぶるで。みんなさ買うとこが一緒ないよね。同じようなとこで買うから。なんかこの前アイカブのイベントあったからアイカブを触る癖ができて毎日アイカブをやってる。
田の先生好き、ありがとう。なんか奇抜とか言われるけど、福田のモットーは、お、23位になってる、愛される、そう、嬉しい、ありがとう。福田のモットーは今しか着れない服を着ることなんで、あの頑張って若い服を着てます。頑張ってないし、別に素で着れるし、素で若い服を着てます。フリフリのプリティ福田で、可愛いやつあ、1位になった、イエーイ。そう、若いし、19だし、まだ。なぜあなたはインスタグラムを使用しないのですか。インスタグラムやったことないから分からんのよ、使い方が。そう、フリフリ今日も可愛いでしょ。フリフリなんだ、にゃー。英語でなんて答えればいいんだろう。個人の権限ではできないのですってI can't use Instagram だ。私はインスタグラムを使うことができない。今日ね、めっちゃ可愛いお店をね、見つけてね、ちょっとまた行こうと思った。なんかレトロな感じの、なんか新しいお店とか見つけると嬉しいよね。広島モチベが上がった。映えてないインスタやってます。いいじゃん、映えなくても。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。こんばんは。ミクシーしようぜ。何、マイミクの数競ってる？マイミク。この前さ、メンバーとなんか昔アメーバピーが流行ったよねとか言ってたの。アメーバピュー、カチッ、アメーバピグとかやってたねとか言ってて、なんかアメ、なんだっけ、アメ友、アメンバー申請、アメ友とかあったよねとか喋ってたんですよ。で、なんかやっぱうちら個人でもブログやってた時代だよねみたいな。確かにいろんな素人の人がブログやってた時代だったよねって言ってたんですけど、こうその前の世代はマイミク、ミクシ、マイミクの数を競っているということでしたので、やっぱ時代によって移り変わるものであるなと思いました。そう、メイワピが懐かしいでしょ。そうそう、だから私はツイッター全盛期とアメピグ全盛期なんで、ちょっと今のインスタグラムにはついていけてないですあるあるやらねば、やろうと思ったんやけど、やるネタがないっちゃね。もう本当になんとかあるあるが思いつかなくて、もうずっとやってる。いざ書こうとペンと紙は持つんだけど、何あるあるにするか思いつかない。なんでだよ。そう、今日ね、友達、今日はそんな友達じゃなくて、別の香川にいる友達の誕生日なんですけど、その友達にあの、誕生日おめでとう、イエーイみたいな感じの LINE 送ったんですよ。そしたら、ありがとうあかりん、ずっと会えてないけど、あの、かけながら応援しとるよ、 SKE 頑張ってねってきて、あらせ STU ですみたいなちょっとビビりましたね。10 9 8 7 6 5 4
2210。いや、びっくりしました。結構1年半ぐらいやってるから友達さすがに STA って分かってくれてるかなと思ったんですけど、ちょっとあんま分かってなくて、あ、ごめん、わらってきただから福田の友達に知られてないぐらいだから、ちょっと STA の知名度をもっと上げられるべく頑張っていきたいなと思いました。もうね、SKE 頑張ってねってすごい気持ちいい感じで来たからオフってなりました。もうテルハシココミファンクラブもびっくりのオフでございます。いやね、面白いよね、びっくりしたよ本当。STU48 よろしくお願いします。響きがね、まあでも確かにあの SKS って打つと私も予測変換で SKE と STU が出てくるから一瞬おーってなるけど、でもやっぱ STU と SKE さんは SKE さんと STU は違うんで、やっぱね、そこは分けて考えてほしいなと思います。そう。あ、アイドルっていうね、映画をテレビでやる CS だっけ。カラオケ行きたい。明日カラオケ行こうかな、一人で。朝行ったら30分10円とかだよね。行こうかな、30分10円なんだったら。やばい、4位だこれ。いいよ買って。マネキ10円なんだよ。でも広島来てから招き行ってない。招き行ったことない。え、招きめっちゃいいで。でも招き大人に厳しいからな。学生に優しいんだけど。そう、カラオケ行きたいよね。みんな何歌うの、カラオケ行って。私めっちゃ山口百恵さん歌うんだけど、永遠歌ってる。山口百恵さんを上から下までバーって入れてバーって歌って、一括予約で一人で。生意気ですけどって歌ってる。一つだけ言わせてね、あなたを心から愛してた。歌ってます。山口百恵さんが歌ってて一番エモい気持ちになれるんで。あー、いろいろ歌うんだ。ね、いいよね。もういい歌はずっとたどり着ける、たどり着ける、語り継がれるんで、はい、まあ、一緒にカラオケ行って一緒にイエーイって盛り上がってくれる、もしくは一緒にカラオケ行ってただ歌ってる私を見てる人、見てくれる人募集。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。そんなことして歌えない曲出てこないの。あ、一括予約して出る出る、全然出る。とあれ飛ばせばいいから、選ぶより早い。あ、ほんと。一緒に歌わせていいよ。
参加費払う、マジか。自分の分ぐらい出すよ、大丈夫だよ、ありがとう当たらん、まあそんな日もあるさ。見ますよ、ありがとうございます見たい、見たい、一緒に歌おうじゃ。リサイタル、リサイタル物議を醸し出しそうな昔の歌どうやって知るの。確かに、どうやって知ったんだろう。私でも、私 CD ショップ行って CD をさ10枚借りたら1000円とかあんじゃん、ツタヤとか。ああいうのでバーって借りて、バーって聴いて、気に入ったやつだけリピートしたりする、流れで曲を知るんで、こんな感じです。そうそう、ジャイアン、リサイタル、リサイタル。福田は多分どの世代の方とも一緒にカラオケ行けます。全世代に対応。なんで行きましょう、皆さん、両ニャグニャンニョ一緒に行きましょう3位だ、今日3位祭りだ、今日3位ばっかり、悲しい。キャンディーズも歌えますよ。私のおじいちゃんがもう70、80、90とか、80代かな、なんか毎回年齢聞くたびに自分が思ってたより10歳よりぐらい年上でびっくりするんだけど、89とかなんですけど、もうちょい上かも。結構おじいちゃんなんですけど、私がまだちっちゃい時にカラオケに行った記憶があるんですよ、一緒に。その時にやっぱおじいちゃんって何歌うのかなってか思うじゃん。でおじいちゃんが歌う姿とか見たことなかったから、すごい衝撃で、それだけ覚えてて、私も多分まだ幼稚園とか小学校低学年とかだったんですけど、カラオケ行ったの。しかも旅館のカラオケ機無料で貸してくれる、ああいうので歌ってた、おじいちゃんが。そう、高校3年生なんでわかったの。え、すごいすごい、高校3年生って曲歌ってて、高校3年生っていう曲があるんだって、ちっちゃい時のおじい、私が思えてて、あれはそれだけ覚えてる。なんかちょっと泣くっていうか、もうおじいちゃんとカラオケ行くことはね、そうそうないから、もう足腰も弱いし、行きたいけどって考えると、それを覚えてる自分を褒め褒め。おじいちゃんがカラオケで高校3年生歌っていた。それはなんで当たったの。めっちゃ鮮明に覚えてる、歌ってたの、幼い時の私は10年ぐらい前、もうちょい最近かな、わかんないけど。有名だよね、初見かな。ありがとう。高校3年生っていう曲、そう、かっこいいっしょっていうエピソード。だから私も将来こう何、孫とかとカラオケ行って、夜よ僕を詩人にするなって言ってたら、あー、こんな曲が流行ってたんだねとか言われるのかなと思うと、ちょっとウケる。だからカラオケとかあんのかな、あるか、あるよね、すごい面白いです。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。そうすごいよね。カラオケ行きたいです。小学校の月光時に青い山脈流れてたと。そうなんだ。
始めました。始めまして。あと2分でハート回復すんの？しなきゃね。あ、やばい、出すとこ間違えた。これトンネルされちゃうわ。だから言ったらされるんだよ、本当に。やだ、言うんじゃなかった。Q 出したい、Q 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 出したい、ここの黒いクローバーの。ありがとう。あるね、あの友達と行ったカラオケで覚えた曲とかさ、友達の声で再生されるから原曲聴いてもいまいち頭に入ってかなくて、友達のアレンジのまま歌っちゃうみたいな、覚えちゃうみたいな、そういうとこあるよね。忖度、忖度じゃないよ。わかる。あとさ、アイドルソングとか歌うときさ、カラオケで、あのアイドルソング歌うとき、やっぱメンバーフレーズによって違うじゃん、歌ってる場所。例えば太陽は水平線の彼方を目指しては、由美子とひなちゃんとナナさんが歌ってるけど、やるせない孤独の時泣き言で言えばいいは、ハルルンとカホちゃんとコウコと私が歌ってるみたいな歌割りやんじゃん。で、特に今 AKB グループの大人数アイドルだったら大体声一緒に聞こえるけど、その5人とか6人のアイドルだったらさ、一人一人の歌割りがあるから、結構声とかはこの子の声っぽいなとか結構違うじゃん、癖があって。まあ一番わかりやすいのはももクロさんとか、誰もが分かるんだったら、結構もうファンじゃなくても声大体分かんじゃん、聞いたら声ないないちゃんの声だなって、そういうのを歌い分けるのが楽しい。でっぱく見たったら、もがゆもがさんのとことか、ねむきのとことか、ピンキーさんのとことか、みりんちゃんのとこは、えいちゃんもか、りさちゃんもか、結構みんな特徴あるから、歌い分ける一人で、なんとかなんとかって言って、ここはちょっとねもがちゃんっぽく歌うとか、プチモノマネ的な、そうそう、ももクロも、ももクロさんも、そうやって、リン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 って、だってアーリンなんだもん、だってアカリンなんだもんに直して、よく一人で、人からなのにやってます。アカリンって、あの、指原さんの、それでも好きだよの、それでも好き、いいっていう人がいるっていうのを一人でやってる。人生楽しそうでしょ。でしょ。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。そう、一人でだから、こういう時になんかショールーム今配信したらしときゃよかったなとか思う。そこだけ叫びに来る叫び要因で。ももクロさんの何が好き？全力少女と走れとワニとシャンプーとサンタさんと日本一周するやつと、なんか珍しい好きなやつ多いな。だって DNA 更新曲とかあれ好きだわ。あと、うーわー、ドゥン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 、宇宙の果ての果てでも君のこと思うとか。文化祭でももクロ踊った？私も踊った。3年間踊り続けたよ。ライブとかでも行ったことないんですよね。行ってみたい。勉強になりそう。他のアーティストさんのライブ行くの、単純に行きたいけど、単純に勉強になりそう。教師曲って読むの、あれずっとこう、なんて読むんだろうって思って、わかんないから更新曲って出た。
オレンジノートなんかさ、電波組で言うオレンジウムとか、ももクロさんのオレンジノートとか、ももクロさんの何オレンジノートとか、 STU で言う瀬戸内の声とか、なんかそういうもうお決まりのしんみり曲じゃないけど、ゆっくりバラード曲の名曲、定番曲っていいよね。なんか興味がない人からしたら、ただ長いだけの、ただ長いだけで別に盛り上がりもしないただのバラードなんだけど、思い上がる人からしたらすごいエモい。こんな感じ。いや、もぐらさんのライブ絶対楽しいと思う。って思いながらいつも見てる。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。こんばんは、こそば。もう11時半なの？さっき、やさっきあと1時間だねとか言ってたのに、やばマジか。いや、48の曲はやっぱね、全部歌詞に意味があって素晴らしい。歌詞に意味があって素晴らしい。本当にもう秋山先生ってすごい、本当に感動的。48の歌は全部いい曲だから素晴らしいよね。 AKB だけで2000曲くらいあるでしょ。だってすごすぎるわ、ほんと。ねえ、瀬戸内の声泣きそうになるよね。私もあの出張公演やった時に、あの瀬戸内の声を最後にファンの皆さんと一緒に、みんなで合唱じゃないけど、皆さんも一緒に歌いましょうって言って、マイクを差し出して全員でそばで青い海はって歌う場面があったんですけど、私そこで毎回毎回感動して泣きそうになってた。そう、出張公演のあの瀬戸内の声、ファンの人とみんなで歌うっていう、しかもファンの方も結構何歌詞を知ってくださってて、歌詞カード配ってたんですけども、全然見なくても歌えるし、人も多いし、見て歌ってくれてるのも本当嬉しくて、なんかすごいいいなって思ってました。だけど人前で泣けないから、こういう時に泣けないのが私のそんなポイントだなと思って、こうもうってなりました。そう、もうちょっとね、人前で泣ける方が可愛げがあるんだろうけど、そうもいかないのが私の悪いとこ。いや、ほんと鳥肌立つよね。瀬戸内の声をみんなで歌う合唱、あれまたやりたい。どっかで毎回毎回やってるとちょっと、ね、重みがないかなくなっちゃうかもしれないから、やってもいいんだけど、ちょっとやりたいな、どっかでって思います。4位だった。ね、陸上公演のメンバーも出て、日程もそこそこ決まってきて、チケットもね売り出し始めますが、どういうセットリストになるんだろうね、お楽しみに。わかんないけど。早たくペアありがとう。生誕ばっかだけどね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。あ、もう申し込み始まってるんだ。ありがとう、本当いい曲もらいました。愛知だけど泣ける。今109位ぐらい、110位かな。
土日はないのね。あ、土日なかったんだ。でもハロウィンの日あるよ。ハロウィンの日、ハロウィンって祝日じゃないか。ハロウィン別に休みじゃないか。ごめんごめん。なんかハロウィンの日あるよとか言ったけど、そうだねって感じだよね。土日ないんだ。じゃあ瀬戸内以外の方は結構お仕事とかの都合で厳しいかもしれないってことだよね。ね、なんかファミリー劇場クラブとかニコニコ生放送とかで配信したらいいのにね。48グループの ID 紛失やばい、再発行しなきゃ。いやね、でも当たったら来てくださいね。空席になる、なるのは寂しいし、まあでも一回当たってもいけない時もあるよね。だって1ヶ月間の予定なんて分かんないよね。私も明日の予定も分かんない人生を送ってるし。福田が仕事変わってくれれば、福田が仕事変われるかな。あ、公式トライだから大丈夫。なるほどね。チケットレ、チケットトレードはいいですね。公式の値段だし、後ろの絵いいでしょ。昨日書いたんだ。可愛いでしょ。ね、香川も行きたいな。陸上公園、香川行きたい。香川行くのかな。1位だ、やった。色塗りたいんだよね、絵に。公園行けてないんだ。ぜひ来てほしいな。行きます。7、6、5、4、3、2、1、0。ね、公演したい、してほしい。前みたいにいっぱい握手券追加してありがとう。そう、今あのキャラアニさんで AKB さんの新しいシングル No Way Man の握手会受付中なんで、お申し込みお忘れなく、よろしくお願いします。広島公演が初ライブ、あー楽しみだね。それはだらんな。また当たりましょう。これから一生してライブやるんで大丈夫ですね。いろんなメンバーとなんか混ぜ混ぜでできたらいいのにと思いますけど、まあまあそれはなんかあるんでしょう、お考えが。メンバーもね、なんかチャリティーコンサートの時に16人16人で踊ったりしたんですけど、もう本当に研究生と一期生も混ぜ混ぜで、その選抜とかも混ぜ混ぜで、ポジションも結構混ぜ混ぜで踊ったんですよ、16人で。すごい楽しくて、全然ね、出張公演じゃなくて陸上公演はさ、まあ普通の公演みたいなもんだから、お試しじゃないけど、そうやっていろいろ混ぜ混ぜにして楽しい感じ、毎回顔が違ってもいいなって思った。まあまあいろんなことを試せばいいんだよね、まだ新人グループだし。楽しい、そう、面白い。でもいろいろやって面白いと、ね、なんかね、やんないから全然いろいろいろんな組み合わせやんないから、いろんな組み合わせでやればいいのにと思うけど、逆にやってたら固定したらいいのにと思うかもしれないし、結局ないものねだりだから分かんないや、ないものねだりだから分かんないや。だから私はただ任せて、自分がやるべきことをただやります。置かれた場所で咲きます。置かれた場所っていうか、ファンの皆さんに置いてもらった場所で。そう、
新宿のコンサート良かったです。お、嬉しい、ありがとう。そう、公園にもし来ることがあってっていうの、福田がいたら福田のこと見れてください。よろしくお願いします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、にゃんと。余韻が抜けない。ライブ行きたい、いいな、私もライブ行きたいっていうの分身してちょっと見てみたい、お客さんの席で。あと、じゃあ、あともう50分なの。あと2、3回はでもできると思うはず。一回見てみたいな、私の代わりに、私の代わりにあれ、ペダル踊りますか。ペダルマジしんどい楽しいよ、めっちゃステージで踊るの。いや、まあ違うアイドルさんとか違うアーティストさん、アイドルに限らず、ライブっていう作り上げてるものを見るのは本当に勉強になると思うから、見てみたい。福田のアンダー誰がいるかじゃんけんしよう。じゃんけんで決めないでよ私の代わりに踊るんですか。楽しいよ、めっちゃ。リズム感ない？リズム感はないか、私もないよ超楽しいよ。いや、ほんとアイドルになってよかったなってステージ立つたびに思います。皆さんのおかげです、ありがとうございます、いつもあ、1位になりそう、イエーイ、なった。眠い、眠気結構飛んできたかも、みんなに眠気移したさっきまでチンジャオロース作って食べてたと思えないよね、今日可愛い。え、チンジャオロース作ったら可愛くないの、どういうこと106位、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。握手した初めて、お、ありがとう、大阪で。チンジャオロース作ったよ今日。今日ウィンクの日なの？そうなんだ、ウィンクの日なんてあるんだ。今日こっちの目の方が大きい気がするなんかじいさんウィンクしてって言われるとうまくできんな。勝った。福田推し、俺のとこで勝つのはいいことじゃない、福田のカードでやってくれてる場合。福田推し同士でやったらさ、福田推し同士で潰し合いみたいになっちゃうけどさ、福田推しいないとこで1位になったらさ、ポイントももらっちゃったぜ、イエイじゃんウィンクは3回ね、ウィンクは3回ってさ、なこさんセンターだっけ、え、誰がセンターだっけ。インクは三回、そうか、勝手に決めてた四回ね、なこちゃん、なこさんセンターですよね。ウインクは3回の時、なこさんお披露目から1ヶ月ちょいって知ってました。お披露目から40日ぐらいでカップリングセンターってすごくない。
で、あの可愛さでしょ？あのリップシーンとあのうまさでしょ？いや、もう生まれながらにしてアイドルだなって私は感動しました。もうやばい、マジで。あれは可愛い。もうプロだわ。もう入って1ヶ月ちょい、40日でプロだわ。本当に。マジで可愛い。いや、入って1ヶ月ちょいでカップリングセンター、本当にすごいよ。本当に可愛かったんですけど、あのウィングは3回の MV 何回見たか、鈴懸なんちゃらかって。本当に可愛いです。まだ小学生だったの？やば。嘘。でもまあ確かにめっちゃ子供っぽくて、もう今この前久々にウィンクは3回見て、もう可愛いってなって、私はキュンキュンしてました。本当に可愛い。コインもらえた。2連勝した。イエーイ。回はおいしい。イエイイエイイエイ。3回くらいがちょうどいい告白。いや、本当にかわいい。初見です。お、ありがとうございます。すごい背景してますが、福田あかりです。これが福田。ここに自分が入るとね、2.5次元になるという。壇上読もうかな。よかったらフォローしてください。ありがとうございます。明日も配信します。福メール取ってください。福田あかりのメール、福メール。壇上読んで、もう一回シティナイブのボタンを押そう。55分。いやー、おしめイベント、今月は大変だね。よろしくお願いします、皆様。そうだよー。ランキングこれか。福ちゃん頑張ろう、瀬戸内。うどんは週に8回。そう、今日香川の友達だったけど、 LINE ニュース見たけど、週に8回はもっとでしょって言われて、いや、最大の手を尽くせばいける。学校の学食で週6回うどん食べて、日曜日に朝昼うどん食べれば週8回いけるんでっつって。ばあばちゃん、ありがとう。うーた、いつも可愛いけど、今日は特に可愛い、最高。嬉しい。ありがとう。くぼっち、くちゃん推し。ありがとうございます。あ、クリアファイルは確か行ったんだ。いいなぁ。ぶーちゃん、半熟卵天。可愛かった。美味しそうだった、ご飯。よかった。お疲れ様です。対戦ありがとう。ありがとう。青によし。ありがとう。陸上公演申し込み込むと以前と変わっていますが、応募します。あ、そうなんだ。ありがとう。握手券順調。よかった。買ってくれてるんで、会えるのを楽しみにしてます。あつ、ありがとう。お金持ちくん、 DD といつそれこっそり福田推し、素晴らしい、最高。福山の浜、正直ありがとう。こちらこそ楽しかった、また明日ね。肉まん、あかりちゃん愛してるぜ。ありがとうだぜ。ハイパー、最近料理してる姿も様になった。よかったね。仕上がり今日よかったよね。ありがとう。アブ、普段の配信やっぱ楽しいよな。ありがとうございます。料理もしました。原田く、仕事終わりに福ちゃん使ったチキンロース食べたい。ちょっと置いとるけん食べり。 置いとくね。1位ありがとうございます、原田く。というわけで、私が福田はーって言ったら、瀬戸内言ってください。巻き取れてる、めっちゃ湿気てるんだね今日。いきます。おにわ外、福田は瀬戸内。ありがとうございます。サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さんお疲れんか。おやすみ、みんゼミです。おやすみ。
今日も楽しかったです、おかげさまで。明日も楽しみましょう。よかったらフォローしてください。 STU の香川県出身、福ちゃんこと福田海でした。最後にボタン押そう。10、9、8、6、5、4、3、2、1、0。ふう。ありがとうございました皆様。好きです、私も好きです。皆さん愛してます。おやすみなさい。ありがとうございました。あと1分ぐらいあるの？いつもこの時間持ってます。1年以上ショールームしてるけど本当にこの時間持ってしますとか言ったらブチって切れたりするんだよね。どうする？またね、猫に会いたい、猫に会いたい。明日は朝冷えるらしいので皆さんあったかくして寝てください。バイバイ。風邪ひかんといてな。ありがとう。Thank you. またね。楽しもう明日も。たくさんありがとうございました、長い間。また見てください。